とまわです、ウィザードリーリルガミンサーガシナリオ1の方続きやっていきましょう。動画の方がね、2、3日に1回ぐらいのペースでアップしてるんですけども、実際はほぼ毎日1時間から1時間半ぐらいのペースでゲームの方は進めてたりするんで、ちょっと動画がどんどん遅れていってる状況なんですよね。どこかのタイミングでちょっとまとめて、アップしたりとかしてもいいのかなとかね、思うんですけどね。他にもほらドラクエもやってるし、ミズもあるしってなると、なかなかね、ちょっと。よし、じゃあ、今日は6階のマップ作っていきましょう。まあね、手軽に本当遊べるゲームが多くて、いつでも途中でやめれるっていうのもあって、まあほぼほぼ毎日のように何かしらこう進めることできてるので。で、取り込んだ動画を夜中のうちに iPad とかに転送させておいて、ってやっておくと本当に寝てる間にもある程度こう、エンコードは寝てる間に進めたりとか、そういうのでできるんで、動画はそこそこのペースで溜まっていってるんで、追いついてこないんですよね。ゲームの進行に動画のペースが。なんかまあたまにまとめて旅行の動画出して、その1時間後にゲームとか、そういうの最近ちょっとやったりもしてるんですけど、まあ鉄道とか旅行が目当ての方はそちらだけ見て、でゲーム目当ての方はその動画の後のゲームの動画見ていただければって思ってるんで。おっと、なんだこんなとこ回転いいか。まだね、リルサガの地下7階はマシなんですよ。ファミコン版の地下7階はちょっと、癖、リルサガより癖あるかな。8階はリルサガがもう最悪なんですね。わあ、この1個のスペース気になるよな。なんなんやろ。隠し扉からこう出てくるのもないっていうことは、石かな。リセットありだったら、間違いなく飛び込むんですよね、ああいうところ。剣2つだけやったか。ロングソードプラス1、ロングソードプラス1。切り先の剣が2本。まあまあいい感じで。まあもう今は必要はないけど、控えメンバー、メイスプラス1とかまあ装備してたりするから、ちょっとその辺の買い替えにはちょうどいいかな。地味に痛いな。キラーウフって意外と体力あるな。殴り合いしたら結構な被害が。シーフだけやけど。うーわ、やばいやつ来た。
ハイプリスト、モンキのいるやろ。で、どうしようか、チャンプ侍、チャンプ侍置いといて、まずハイプリスト。うわ、まずいまずいまずい。今倒したやつは、モンティの効いてないやつやったらいいんやけどな。ああ、よし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 。ちょっとカキの鬱陶しい。やばいなあ。ハイプリーストをマハリとでシャモロに、糸缶使わせてでチャンプ侍にマダルと、うわー一体も倒れへん。よし、まずハイプリストこれで倒せたから、で、チャンプ侍動き出してる。マニフォマハリとマハリとチャンプ侍、あのヒットポイントとにかく高いんですよ、こいつも。全員目覚めた。警報警報剣立て剣、ちょっと期待したいかな。ショートソードプラス2、シールドプラス1か、ロングソードか。まあまあまあ、最強の探検はまあいいかな。これで、あれ ?7 階って階段なかったっけ。いや、なんかこれ右あるよな。右から左に入ってくる通路がある。扉がある。7階は降りる階段がなかったんやったかな。ちょっと気になる、ちょっと気になることがある。この一番右端って何なんやろう。それをちょっと、ここが座標は16、ここが16の16ということは、この外側にまだ、3ずつ何かがあるってことか。北側もやんな、それやったら。そんな空間あったっけ?ファミコン版とちょっとここ違う気がする。
気づいた気づいた気づいた。見落としあった。今わかった。おかしいと思った。これだ。こいつだ、こいつ。19561956ロングソードプラスワンはなぜかプラスワンの方が高く売れるんですね、プラス2より。スモールシールドプレートメールプラス2。え、ここで極上の鎧出るか。意外やな、6回でもプラス2って出るんや。今のレベルだったらまだマハリトですらやっぱ痛いからな。こうやって来られるとちょっとやらざるを得ないような。もう逃げミスでマハリと6発食らったりしたらそれこそ大問題やから。普通に全滅ありえるからな、マハリと6発とか。ドラクエみたいに一ターンにこの行動は何回までとかっていう決まりないんですよ、水って。ドラクエって例えば炎を吐くモンスターが、4匹出てきたとしても、その4匹のうち、4匹全体で一ターンに炎を吐ける回数は2回までとか、そういうなんか制限とかがあるんですよ。全部が一斉に炎を吐いたりとかっていうのが、まあないように。そんなことなったら本当に簡単に壊滅してしまうっていう、それが分かってるから、そういう制限がまあかかってたりするんですけど、ウィスはそういうの一切ないんで、もうやりたい放題なんで、本当。うわ、最悪。ちょっと待って、これまずい。戦闘終わったらピッと違うん。一歩下がろう。あかんあかんあかん、あんな。悪質やな、今の。なんなん？あれ？これ反対側も違うん。いや、開けんの嫌やな。分かってて開けるような感じだろ、ほら。あ、今度はダメージそんななかったからいいけど。で、ここに階段と。後で一回降りて、どこに降りてくるかだけは確認しとこうか。これで6階マップが、あの怪しいとこ以外は、あ、一番下にもなんかあるな。
でもあそこ入れそうなところないよな。っていうことはあれはテレポーターかなんかで飛び込んだ時ぐらいか。で、この周りに扉がないとこはちょっと絶対危ないから、あそこはもう放置で。で、7階が、おい、降りた途端2階。現実の中に降りたかな。やっぱり。で、7階をほんとちょっとどうするかやねんな。できればちょっと避けたいところ、7、8は。7、8はあんまり探索したくないんで。ドラゴンスレイヤーか。シールドプラスワン。ディオスの薬だけちょっと使っとこっか。で、ガラクタは捨てる。場所は？わあ、エレベーターからだいぶ遠いとこやな。まあいいや、ちょっと歩いてみるか。ああ、ほら、ややこしいやろ、もう。階段がそういう四隅にあって、しかも、もう、あ、でもエレベーターは近いな、だとしたら。これでエレベーターのところ、行けるから、だったら7階、7階のマップ作成までやってもええかもな。7階の何が嫌ってこれやねんな。上下ループしてる。ああ、しかもワープあるやろ。もうこの辺がちょっといやらしさがあって、あんまり7階って関わりたくないマップなんですよね。現在地を本当に見失すいんですよ。ええー、いやいやいや、ちょっと待って。どんだけ深い穴やねん。しかも、ゼシカってことは、まだ使えへんがな。うわ、アノスめちゃくちゃダメージ受け取るし。ちょい待ちいな、ほんま。こっちから帰れるかな。これで、出るよな。マスターシーフ、多分逃げてく。爆弾？警報。おいおいおい、外してくれよ。ちょもろ。今回も死者が出ました。毎回なんか出てるような、っていうか、ピットで一撃死とかやめてほしいな、ほんと。
んと。よし。そもそもヒットポイント低すぎるねん。33って。よし、進行心。よっしゃ、進行心得た。これで、ちょっとステータス確認します。ロードの条件、多分満たしたはず。ロードじゃない、侍。力15、OK。進行心10。素早さ10、IQ 知恵14系の、生命力14系、ラックはなし、条件満たしました。ということで、次回はハッサンを侍に転職させます。めんどくさい、あの性格変換の作業が待ち受けてます。ちょっとね、だから、あ、でもまあ次回からそれでちょっと進展あるかな、性格変えて。で、せっかくなんで、もう地下7のこれマップ、行きましょうか。6までにしてたけど、これを、B7。こうしましょうか。で、ハッサンを、性格を G に転換し、侍へ転職。で、転職後、性格を E に戻す。感じで、で、これをちょっと文字小さくしよう。よし。じゃあ次回これで、B7 のマップ作成。で、その前に、まあ、ハッサンの、性格転換と転職とちょっとやっていきたいと思います。ということで、今回の動画ね、ここまでとなります。また、続きの方はちょっとね、ほんといつワードな挑戦できるかわかんないですけど、また、動画の方、投稿を続けますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。